こんにちは。日本学術書道会の丹波喜団です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、花鳥です。花と蝶。花に戯れる蝶。花開かば蝶をのずから来たるとありますが、花が咲けば蝶はただそこに吸い寄せられるだけであり、花もまた蝶に寄ってきてもらおうと思って咲くわけではありません。共に無心無供のところ、花が蝶か蝶が花か、自他不二の境地です。今から花鳥を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。